焦点レースを制しました平原康太選手です。優勝おめでとうございます。はい、連日地元のような大きな声ありがとうございました。先ほどの決勝戦対戦相手はどう見てましたか？いやもうとにかく浅井も強いし小川君もすごく調子がいいのでもう立ち遅れないようにと思ってましたね。小川選手の先行そして中段を取っていきましたがレースはいかがでしたか？いやもうとにかく小川君のかかりが良かったですね。ただそこを一気に前を飲み込んでいきました。スピード良かったですね。いや小倉さんにもらう前に通過しなきゃいけないなと思って、はい、必死です。さあ今年初めの記念制覇はこの後の弾みにもなりそうですね。はい、2018年も頑張りたいと思います。ではファンの方にメッセージをお願いします。はい、連日たくさん の大きな声ありがとうございます。次走の大宮記念も頑張ります。応援してください。ありがとうございました。